皆さんこんにちは。今日の純烈の現場は浦安万華鏡での音声ライブです。私は新浦安駅からシャトルバスに乗って会場に向かいました。シャトルバスなんですが、新浦安駅の北口を出てオリエンタルホテルの前の郵便ポストあたりで乗りました。着いたらまずチケットと身分証を出して、そこのチェックが終わった後、ここの受付のところでリストバンドをもらいました。通常の料金このようになってるんですけど、たまたま月曜日だったので、私はこの LINE のお友達サービスデーの割引を利用して入館することができました。着いたらマリオンクレープでクレープを食べようと思ってたんですけど、ちょっといろいろ時間がなくてバタバタしてしまって、結局どこでも飲めるこのウーロン茶を飲んで時間を調整してました。会場に関しては2階になっていて、 CD 売り場もちょうどその会場を出たところで売ってました。で、 CD に関しては列はそんなにできてなかったんですが、生産が全部入館の際に利用したリストバンドになっていて、最後の生産時に全部まとめての支払いでした。お昼は中華料理屋さんでチンジャオロース定食を食べたんですけど、ここちょっと座席数がとても少なくて、ちょうど1部と2部の間だったこともあり、少し混雑していて待ちました。で、初めての会場ということもあってか、お花が届いていたりですとか、あとポスターにメンバーのサインが入っていたりとかして、こういったものを取って時間を潰してました。で、公演後、ご飯もここで食べて、和食どころで夕飯を食べて帰りました。で、こちらに関しては席が結構多かったので、時間も時間ですし、あまり待つことなくスムーズに食べることができました。で、入館時の、リストバンドを使って最終的な生産をするんですけど、それもそこがあまり混んでなかったです。会場がすごく狭いので、チケットが取りづらかったりですとか、あと空調があんまり効いてなかったりとかがあるので、次行くときは気をつけようと思いました。今日もとっても楽しかったです。